さてですね、はい、今日はですね、もう一つベイフローのインブランド、になります、ノンワイヤーランジェリーブランドなんですけど、うん、ビジュリーというブランドの下着がありまして、で今日はドリナちゃんとリナエディションの下着をちょっと作っていきたいなと思ってます。ありがとうございます。ではですね、まず、うん形を選んでから、はい素材を選んで、はい素材の種類を選んで色味を今日は決めていきたいと思います。はい、じゃあ早速ですが、うんまずですね、基本的なこのカップ、はい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 、カップというかパッドに関しては、うん、ちょっとビジュリーの一押しのベストボディブラカップというのがありまして、うん、何かっていうと、うん、なんだろうな、こうナチュラルに自然にこう、うん、美しく、お胸を見せてくれる、ビジュリーのオリジナルカップになってまして、はいはいはい、もうなんだろう、通常、こう鏡で、この横の位置とか、うん、なんかこう気にしながらつけないと、なんだろう、綺麗に見えないんですけど、このビジュリーのカップは、こう鏡を見なくても、自然とその人その人のベストなブラのこう位置と形を作ってくれるっていう、もう魅力的なブラ、カップになってます。はい、なんで、うん、すごく画期的なカップなんですけど、なんで今日はもうこの、はい、カップはもうこれでいきたいと思います。はい、はいはい、で形なんですけど、まず今りなちゃんが持っている、うん、トライアングルタイプ、あ、はい、ここが三角になってますね。はい、でここクロスするしないとかはちょっとデザイナーの河合さんに相談が可能なので、まずこういう三角タイプにするか、はいはいはい、もしくはこういうちょっと V カット、ここが V になっている、まあ、レースとかでこう V の形になるようなタイプと、はいはい、あと割とこうファッション要素が強いブラレットタイプっていう3種類ありまして、はいはい、これのそのりなちゃん的にどれがどの形が好み、これかこれかな、なんかこの紐が細い方が私は、うん、好み。これがね、あれなんですよ。まあちょっとファッション要素が強くて、はい、ホックがないんですよね。なんで、上から着脱式になってるんですけど、まあ、その分、こう見えても、こう下着っぽくないから、いやらしくないっていう利点があるんですけど、うん、はい、どっちがいいだろう。まあこれもね、まあついてるか。かわいい。どっちだろう。支えてくれた方がいいもんな。じゃあこっちにしますか。はい。これって前フックでもいけるんでしたっけ？前もできます。前もできる。そうなんだ。こう来て、こう、ここで止める。つけたことないかも、前フック。でも楽だから、人気があるんですよ、はいはいはい、実は。あ、そうなんですね。前タイプは。気になる、前フックもちょっと。じゃあちょっと後ろか前かは、後ほど検討っていうところで、はい、じゃあ次はですね、はい、まずこのトライアングルブラにするにあたって、うん、このレースタイプかこういうこうカットソーというかレースじゃないこう、うん、T シャツ素材みたいなタイプか、そのなんだろう、レースとそのカットソーの組み合わせ、このカットソーとレースの組み合わせがあるんですけど、はい、どれがいいですかね。で、ちなみに発売は秋頃を目指していて、まあ、9月末か10月ぐらいかな。個人的にはレースがやっぱ女性らしくて好きなんですけど。じゃあ、レースにしましょう。レースで。はい。はい。じゃあ、この三角ブラを目指したときに、はい。何やっぱレースって、こう小花系とかお花系、うん、お全然違いますもあるし、まあそういうお花系じゃない、こういうなんだろう、幾何学というか。これ想像するの。そう、なんか。すごい大変。お花、小花系じゃないタイプもあったりとか、あと小花じゃなくてこういう大花系とかも。はい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 。あるんですけど。で、こういう風にレースなんだけど、一色じゃなくてここだけ色を変えたりとかっていうテクニックもあります。すごい。いや、レースって無限なんですよね、結構。すごい。はい、もう何万通りってあるから、もうわけがわかんない。で、ここの幅とか、このここの幅はもうちょいあってもいいのかなとも思うんですけど、なんか あれはありすぎるけど、もうちょっとあっても
ここのレースを出しすぎると、こう めくれてきて。あ、そっかそっかそっか。ちょっと合わせてみていいですか？レースの素材によりません？綺麗に見えるね。そうですね。うん。どの素材使うかによって出し方が違う気がするんですけど。でも一旦、これ、このレー、このノルディック調のやつか、うん、柄を決めてね。こっち、どっちにします？うわぁ。ほんとちょっとした違いなのにね。レースってそうなんですよね。ね。出してみないとわからん。あ、でもここは、ここに胸がこう当たるとすごい可愛い。で、こっちの方がなんか、より。まあ、ちょっと、なんだろう。でも、みんな好きだろうなっていうか、うん、抵抗ないだろうなっていうのは、こっちのこう、大花の。うん。し、なんか、こっちの方がザラザラしてる。うん、より、なんか。でも、ちょっとこう、おしゃれにも映る。おしゃれにも映る感じ。いや、出してもらいます。わかりました。じゃあ、はい、これは2色で。はい。2色というか2種類。あ、2種類で。2種類だ。色も分かれますもんね。し、何色がいいんだろう。で、黒はあった方がいいのかな。一番売れるのはでも、何色だろう、ビジュリーだと。エクルーとか。なんか。やっぱり黒を。黒最終的には黒は一番人気だったりしますよね。欲しいもんな。まあね、安心というか安心感が黒持ってれば間違いないって。カラーものが分かんない。白か黒かみたいになっちゃうんですけど。でも白は結構難しくないですか？でも着ると可愛いんですよ。そうですよね、分かる。パキッとした色の方がいいのかな。いやでもね、やっぱりパキッとした色はなかなか着ないですよね。そうなんですよ。こっちの方が肌、これは意外と肌綺麗に見せてくれそうなんですけど。かわいい。この色と、こういう系の色ってあれですもんね、あの透けない。そうですね、透けないというかね。そう。と黒と白。白で出してみますか。はい。こういうことする。こういう色を変える。もうそれは想像ができない。はい、ではですね、今日はまずファーストサンプルを作るにあたって、はい、このトライアングル型のブラ、うん、はい、ちょっと前ホックか後ろホックかは後でちょっともう B1 デザイナーに相談します、うんうん、はい。で、レースに決まりまして、で、はい、レースが今2種類悩んでるので、うん、こちらとこれ、どれだっけ、これか、これの大花タイプと、こっちのちょっとノルディックな特殊な柄のもの、はい、の2種類でちょっと悩んでるので、ね、両方サンプルを上げてみたいと思います、はい、で白と黒はどっちも候補で、で透けないちょっとこうピンク系というかオレンジ系というかコーラル系を攻めて色味を最終選んでいきたいと思います。はい、はい、じゃあ、ファーストサンプル、パンプス同様に。なんか作るものがどんどん増えてきたけど、うん。でも、パンプスより意外と早かった。なんか多分自分の好みがあるのかな。もうはっきりしてるから、あれなんですかね。単独展が今、まあ、期間限定ではあるんですけど、新宿のルミネーストの地下1階に。あります、はい、で、あとベイフロー全国60店舗ほどある中で、うん、今8店舗ほど一部で展開してますので、そちらもぜひ SNS でチェックしてみてください、うん、じゃあ、ファーストサンプルパンプスとランジェリー、はい、お待ちください。はい、はい、お楽しみに待ってます。